マギンダナオ州の一マギンダナオ州は、フィリピン南部ミンダナオ島中部にある州で、バンサモロジチ地域に属している。面積は4900.1平方キロメートル。人口は80万1102人。州とは、シャリフアグワグである。北に、ラナオデルする州、東に、ソクサーアージェン地方のコタバト州、南にスルタンクダラット州と接し、西には、モロワンを望む。この地は、 古くから、マギンダナ王族のマギンダナ王国があった。16世紀に、ジョホールから来たシャリーフ・ムハンマドカ・カブンスワンが、イスラム教を紹介し王族の姫と結婚。マギンダナ王国はスルタンに率いられ、コタバとヒラノの農業力を背景とする強大な国家となり、スペインと300年以上にわたって続いたモロ戦争が、始まった。スルタン・クダラットが治めた17世紀には、 ミンダナオ前ンを支配し、マニラのスペイン人植民政府も手の出せない存在となった。19世紀半ばに勢力が衰え、スペイン人の支配するところとなった。米西戦争。20世紀に入って、米非戦争後のアメリカ支配時代になっても、この地方では依然として、モロの反乱が続いていた。1903年に、モロ州が作られた。1914年に、 ここから旧コタバト州とスール州が誕生し、もともとは旧コタバト州の一部であった。1945年 EN バトル・オブ・マギンダナオ。1966年に旧コタバト州から南コタバト州が分離。1973年に旧コタバト州がマギンダナオ州、現在のコタバト州、スルタン・クダラット州の3州に分裂し、 マギンダナオ州はそのうちの一つとして再編され、誕生した。これらコタバト州から分かれた四つの州の中で、ムスリムが多数派を占める州は、このマギンダナオ州だけである。1989年には、イスラム教とミンダナオ自治地域に加わっている。1990年代後半から2000年代初頭に、かけては、モロイスラム解放戦線が山岳部に司令部を設置。 当時のエストラーダ政権に対して武装闘争を行うなど反政府勢力の活動が活発になった。2006年10月31日にアームの自治法に基づきマギンダナオ州29町において住民投票が行われた結果北部の10町がフィリピン1 0個目の新しい州シャリフ・カブンスアン州を構成することとなった。しかし2008年の最高裁判決により アームは、州や市を新設する権限を有さず、州創設のための自治法は、違憲とされ、シャリフ・カブンスアン州創設は無効となった。2009年、EN ・マギンダナオマサカー。2009年12月5日、マギンダナオ州に、戒厳令が布告。州知事選挙に絡む大量殺人に関与した、州知事一族の身柄が拘束された。 コタバとヒラノの稲作が主な産業である。ムスリムのモロ族、マギンダナオ族が多い。マギンダナオには20世紀にマルコス政権下で多くのキリスト教徒がフィリピン北部、中部から移住している。また山岳部にはティルライ族がいる。モロ語、マギンダナオ語等。地元には民族音楽クリンタンや独自の織物、籠、楽器作りなど、 豊かな文化が伝えられている。山岳部のティルライ族は、焼き綿農業や狩猟、工芸などを営んでいる。地元の性的一族同士の衝突が頻繁で、2009年には大量殺人も発生した。川中剛エストラーダ政権崩壊への過程。 ジェトロ、http コロンスラッシュスラッシュ d-arch.ide.go.jp スラッシュブラウズスラッシュ html スラッシュ2 0 0零スラッシュ205 2000 205tpc.html.standalone.html 2014年3月21日日閲覧。知事選をめぐる大量殺人の週に、戒厳令。 知事の身柄拘束フィリピン AFP2017 年5月29日、閲覧。知事選届での一行21人殺害。フィリピン。AFP、http:/www.afpbb.com スラッシュ、スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ26668632014年3月21日閲覧。ありがとうございます。